はは、い、さんんこにち村長です。今日は生のグランドピアノの演奏を DTM 用のデータに置き換える時に注意すべき点こういうことをテーマにお話をしたいと思います。僕の方では毎月ピアノ教師の先生と NHK のお母さんと一緒、この「月歌というのをテーマにカバーアレンジをやっています。 いつも先生の方からピアノの伴奏をしたものとそしてメロディーこれを別々のトラックとしてもらっているわけですそれを DTM で使いやすくするために色々変換をしてトラックを作っていきますそのピアノ演奏の整え方これは何もピアノ演奏だけではありません ギターの演奏でも言えることだと思うんですけれどもそこらをチェックして DTM の MIDI のトラックなんかとうまくマッチングさせていく方法それが今日のテーマですでは早速やっていきましょう第一のポイントは譜面を見てテンポというのを確認することです譜面がないものは弾いたテンポというのをやりとりで確認し合います 今回は 150BPM ということになっていますので、それを DAW に設定していくところから始めましょう。今 BPM は120となっていますので、これを150に変更します。スタジオワンユーダーの方はキーボードが半角モードになっていることを注意してください。全角のままだとこのように入力しても変更ができません。半角モードにします。 これで150と設定ができました伴奏とメロディーというのがありますがまずは伴奏を読み込むところからやってみましょうここに伴奏の12というふうなのがありますこれは前半と後半という感じで分けていますが今日は時間の都合上前半の部分だけやっていきたいと思いますこうして演奏を トラックにドラッグドロップします。このようになりました。色が分かりにくいですので、薄めの色にしておきましょう。僕のやり方ですけれども、特にこの NHK の曲は2小節目からスタートするようにしています。そのようにセッティングするわけです。その時に気をつけないといけないのが、 1> 第1小節を確認したときに、本当に一番初め、スタートから音があるかないかということです。例えば、この2小節目を見てください。8部休符がここにあります。もしこれが先頭ならば、最初の位置をずらさないといけませんよね。第1小節が1拍目からになっているか、これが重要ですので、チェックポイントの2番目です。 はい。先頭から間違いがなかったので、この2小節目の先頭に合わすわけですけれども、この時微妙に合わさないといけないですので、このスナップは切っておきます。そしてこのようにして2小節目に合わします。この時分かりにくくならないように、トラックの幅を広げておくこと。これも重要です。いいでしょうか。先ほど2小節目は、 八部の給付がありましたので、ラインで言えば、ここですね。このようなところにちゃんと収まっているか、一小節目と二小節目でチェックをしておくことが重要です。そして、ズレがあまり大きくないかということも踏まえて、十小節目、ここでも確認をしておきます。はい。このようになっていますね。アタックの部分が このように突っ込んでいるぐらいは大丈夫です。そしてこれは後でオーディオクオンタイズをかけますのでちゃんと収まると思っていいでしょう。この後どうするか。スタジオ i One ではここにオーディオベントというツールがあります。これを選択しますとこのようなメニューが出てきまして分析というのができます。ここで分析を押しましょう。 すると、このように音符がスライスされます。もう少し大きくしてみます。このように音のアタックを確認してくれるわけです。若干線が入っているところ、入っていないところもあるんですが、あまり神経質になる必要はありません。このようにしまして、クオンタイズをします。Q のキーを押します。 このように今色が変わりましたね。これでちゃんとズレがないか確認していきます。クオンタイズがかかりましたので、これでチェックをしていきます。こういうことですね。この2拍目のところ、少し突っ込んだように見えます。でも、この程度は大丈夫です。人間の体感上でそんなに影響がないからです。でも、もし気になるということであれば、 どうやればいいかその方法だけは言っておきますスタジオワンの場合7番のキーを押すとツールがこのベントツールに変わりますそうするとこの縦のラインをコントロールできます通常のようにこう動かすと一応変更できますここで先ほど若干突っ込んでいた部分をこのように直すのもよし オルトキーを押しながらするとこの線の位置自身を変えれます。このようにしてバッチリのところに合わしていく。そういうような方法もいいのではないかと思われます。こうしながら本当にリズムがおかしくないか。譜面を出したままでですね。確認をしながら僕は聞いていっています。例えばこのように配置をしまして、 少し譜面自身を小さめにしておきます。こんな感じですね。これで音を聞きながらチェックをしていくわけです。DAW のソフトをクリックすると今のように消えてしまいます。ですからこういうことがないように最前面で固定できるようなツールをインストールして 僕の場合はポーズのキーを押すとこれが後ろに行かなくなりますのでこのようにしてチェックをしていきますマウスのホイールを動かしながら進んでいく方向にチェックをしていくわけです一度やってみましょう 今進んできたのはここですふう。っていう歌詞のあるピーンと上がったところですね。ここまで行ったんですけれども演奏でズレが生じています。この小説なんですけれども「フー」というのは4拍目なんですね。これ3拍目に入ってしまっています。こういう時はここでカットをしてこうですね。 こんな風になればいいわけです。もう一箇所もあったと思います。ここですね。21、22、23、24、ここです。はい、これも、ここでカットします。そして、この部分を短くします。 最後不自然にならないようにちょっとフェードをかけておきますそしてここに合わしますさらにいいやり方というのはここ2つのセクションがありますけれどもこれは両方このように選択をして x はい。このようにクロスフェードで自然につなげるということです。これもとっても重要なことです。このようにできましたら切り離した部分も含めて一旦結合します。スタジオ1の場合 G のキーです。このように結合をさせておきます。これで伴奏の修正が終わったわけです。次、今度はメロディーを乗せていきます。 メロディーは9小節目の先頭から入ります。これを確認します。今度はこのメロ1、2とありますが、前半はこちらですので、これをドラッグドロップします。9小節目ですが、先頭をこのように1小節ずらしていますので、実際は10小節目です。 はい。ここですね。また同じように幅を広げておきます。そしてこの先頭から入れます。これも色を薄めにしておきます。カラーはこれの方が見やすいですよね。はい。このように合わしました。これを同じように分析します。このようになりました。ここにクオンタイズをかけておきます。また先ほどと同じように赤と 薄いブルーが混在して伸びたり縮んだりしています。はい、よく見たらわかります。でも、縦の線が等間隔になってくれました。このようにしまして、また譜面とにらめっこします。これで聞きながらチェックをします。A からスタートします。 ここでちょっと音が二重に聞こえた部分がありますはいこの辺ですねよーく見てみましょうはい訳が分かりましたここですねちょっともう一度分析をしてみましょうはい僕が気になったのはここですここでですね 上の伴奏がちょっと突っ込んでいたわけですね。ここを移動させます。ここに動かして、そしてこれをバッチリの位置に合わせます。このようになりました。その他のところもちょっと見てみましょう。はい。ここも少し突っ込んでいます。このように 最初の伴奏の時にもっと細かく見ていたらこのようなことはなっていなかったと思うんですがそうでない場合はこのように最後のチェックをですねしっかりした方がいいわけですこうしないとあっと思うような突っ込んだり遅れたりというのがあります これで続けてみましょう。 こんな感じででけそうですね。このように生楽器それは MIDI の楽器とうまく合わすためにこういう手法が必要ですこれで伴奏とメロディこのリズムがあったわけです今のところは音程高さですねこれはきっちり弾かれているものとしてお話を進めたいと思いますさあここでですなんでこんな動画を 取ったか皆さんに何をお伝えしたいかというところなんですけれどもこれで細かいところを除いてはですねいいと思いますがここが大きな間違いです。今日のテーマは生演奏のグランドピアノを合わすということなんです、ね、これまあギターとかでしたらここまで音程リズムこれがうまく揃えばここから ミディを入れていくという話になるんですが、大体いいですね、生演奏のピアノというのは、チューニングが 442Hz。これにセッティングしてあることが多いわけです。え、本当そうなんです。ですから、これをちょっとメロダインをかけてみましょう。はい、伴奏の方にメロダインがかかりました。このようになっています。 よく見てみましょう。セッティングのチェックはどのようにすればいいんでしょうか。メロラインの方では、この左上の設定というところに環境設定というのがあります。デフォルトのチューニングが 440Hz になっています。ですから、これがちょっと上にあるわけです。もう一度アルゴリズムを見直してみましょう。 はい、このようになっているわけですここの設定を最初から442に変えておくことができるそれもありですでも他の楽器は440でやる予定ですのでこれは440のままでいいと思いますただしここにこういう設定があるということを忘れないでくださいそうしまして A を押します。全てを選択してですねそしてピッチのセンターを合わせますはい動いているのが分かりますかこのようにして442を440に変えてあげるこれが重要なんですもちろんこちらのメロディーの方も同じですメロダインをかけます すべてを選択します。そして、ピッチセンターを合わせます。このようにすることで、440Hz の音が奏でられるようになったということです。ここからは、ドラムを入れたり、ベースを入れたりしていけばいいことになります。このチューニングの部分は、特に生演奏のピアノ、 これなんかと合わすときには重要なファクターになりますので皆さん頭の中であ、あれやり忘れてるわというようなことがないように必ずチューニングを変えてください今日は生演奏の楽器を DAW で MIDI の楽器などと連携するために前準備これをする方法をお伝えしました村長スタジオでした